さん、はい、ドリの木からお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは北海道銀行 CSR 室長の沼田和之さんです。沼田です、よろしくよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日沼田さん、いろんなの飛び道具をお持ちいただいて、これはこれはですね、はい、環境キャラクターのエコロドゥと言います、はい、エコロドゥ、エコロドゥ。そしてこれは、あ、これはもう、太郎と、はい、太郎と花子になります、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、先日はお疲れ様でございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。もうすごかったですよ。私あの言ったらドリの木でも、はい、あのパレードは十分、日ハムのパレードね、十分見れたんですけれども、あえてその紙吹雪を出すところを見たいなと思いまして、お邪魔をいたしました。 ありがとうございました。もうすごい機械がマシンがありまして、じゃあその様子をね、はい、まずはちょっとご覧いただきたいと思います。いいですね、はい、ぜひぜひ。ではあの VTR ご用意しておりますのでご覧ください。 VTR どうぞ。中田の怪我が良くなりますよ、ね、来年を目指すホームラン、ね、スイッチオン。お届けできたかなと思うんですけど。そうですね、まあ、テレビの方も結構入ってたんですけども、はい、先ほどのあのこう出ていく絵はなかなかなかったかもしれないですね、はい、うん、面白かったですよ、ね、あれ難しいもんですね。こう穴にね、ビニールの穴に一生懸命紙吹雪入れるんですけど、私がやるとですね、見事にバーッと戻ってきちゃうんですよ逆噴射してきちゃって、結構こう中に手をグッと入れ込まないとですね、はい、あの風がこう抜けちゃうんですよね、うん、一応いろいろあの機械も、はい、今回で4回目ですね。そうだ、あれ4回目、パレードって今回4回目なんでしたよね。2006年、2007年、2009年で今回の2012年の4回です、はい、はあ、4回目ということで、さあそれでは早速、沼田室長にも3つのキーワードで伺ってまいります。3つのキーワードこちらです。じゃん。晴れてよかった紙吹雪。今日が君の内定式だ。同銀親子で銀行体験。はい、この3つのキーワードで伺ってまいります。よろしくお願いします、はい、さあ早速一つ目なんですけれども、はい、私ねこう言っちゃあれなんですけど、あのマシンが意外となんかこう手作り感たっぷりっていうかまあ見せるものでもないですし、まあそうですね、あのびっくりしたんですけど、まあ、4回こう改良を重ねてとかどうですかね。今4回ありましたけれどマシンの方は、あの1回目はですね、あ、もともとよくビル清掃をとかですね、はい、あの床を床清掃で乾燥させるあの大きな扇風機みたいな、
あれを使ってるんです。よくビルの廊下をワックスがけした後、はい、乾かしてるあの、ね、乾かすやつですね、うん、空気を送る、はい、で一番最初2006年は本当扇風機の足をなくしたようなものをですね、はい、でちょっとだけこう、うん、なんて言うんでしょうか、筒みたいな、飛ぶ方向みたいにつけて、で窓際に持ってってですね、はい、こう回しながら、はい、こう手でこう紙吹雪を落として、ほうほうほう、こう回っているところからビューンとこう出るようなものが、これが1回目、1回目、はい、そうするとあのビル風でこう、あ、ビル風ね、ビル風でですね、ビル風っていうのはですね、福士さん強力なんですよ、なかなか、はいはい、ビル風にやられてですね、はい、出てもブワッと戻されるんですね、あまりこう窓から近くから出すと、うん、それで2007年の時はですね、はい、その大きな扇風機をもうちょっとジェット型にしまして、ジェット型にしまして、ギュッとでこうちょっと筒も筒も長くしまして、でその筒に切れ目を入れまして、切れ目を入れて手を入れて、こう手を入れて、はいはい、出すよね、切れ目を入れてそこからこうやって入れてたんですか、紙吹雪。へえ、そうするとですね、あのだんだんこう入れていくうちに、はい、切れ目が、はい、下げてきてで最後もういろんなところからもう風が出てもう最後もうわーってこうこれが2007、いろいろやってますね、2007、そしてそして2009に改良を重ねたこのドゥですね、はい、パレードゥ1号っていうのが出来上がったんですけども、はい、最新型ですね、当時のでこれは手を入れるところをこう入れる筒みたいな、あ、筒、今回もありましたよ、ありました、手を入れる筒を作って切れ目じゃなくてね、はい、切れ目じゃなくて筒を作ってそこにこう、はい、こう入れるように、なるほどなるほど、少しでも逆流を防ぐ逆流を防ぐように、はい、ということにして、はい、壁からもこう、うん、窓からもこう、ちょっと象の鼻みたいに出るようにしたんですね、これもやっていくうちに、こうやっていくうちに、はい、ここがビリビリビリ破れてきちゃうんだ避けてですね、 あとこう、こう入れるところも別にこう輪とかになってないですから、こう潰れてる状態なので、そこをこうやるうちにこう、手をこうずるっとこうずるっと破れてきちゃって、沼田さんこっちに向かって喋ってください、こうですね、こうずるっとこうですね、うまくいかなくなって、はい、いかなくなってきちゃって、はい、非常に非効率だったと、そこでそこで今回最新型が登場いたしました、最新型はですね、はい、パレード2012スペシャル、スペシャルもう本当にこの狭い世界での情報なので申し訳ございません、さっきの絵を見た人は、あ、なるほどと、そういう改良を重ねて、手作りに手作りを重ねて、あのガムテープ貼ったり、あと何ですか、園芸のその棒、緑の棒を通したりなんかしながら、いろいろやったんだなって、ご苦労がね、もう一回巻き戻して最初から見てみてください本当にあのやっぱり今の話でいくと、こう入れるところにはこう、ここにですねワイヤーを入れて、あ、形を強化して、はい、こう入れるところ、その一番 の、 この壊れやすいところですね、うん、はいはい、ここもビニールテープとガムテープがっちり補強して、がっちり補強して、さらに風の逆流を防ぐために、こう弁をつけました、こう、え、弁ついてましたっけ、ついてた失礼しました、弁をついて、弁をついてて、はい、こう手がこう、はー、そして下にはまっすぐ風が通るように、はい、あのホームセンターとかで冬学校とかにする竹の竿ありますね、はい、そうそう、あれを 骨で入れました、うん、あれがないとダメですか、なんか重そうと思ったんですけど、あれがガサガサやる、あれがないとですね、結構その風をまっすぐ出してるようなんですけども、はい、結構あのビニールが動くんです、ね、あ、なのでこうまっすぐするためにはあの、竹の竿が、そうか、こう泳いじゃうんだ、泳いじゃうんです、あの竹の竿がないと、はい、で出口にももう一回出やすいようにこう丸いワイヤーでこう、はいはい、ということで一見アナログに見れて、あの改良に改良を重ねた最新型で今年は行いました、いかがでしたでしょうか、いかがでしたでしょうか、ね、あの実際に効果もありまして、はいはいはい、前回よりも間違いなく、はい、あの紙吹雪を
出すことができたと思います。ああ、そうなんですね、はい、一枚一枚本当にメッセージが書かれて、ね、もう大事にね、私もこぼれたのも拾いながら、映像ですごい私こぼしてるんですよ、ね、見せるの躊躇するからちゃんと拾って全部巻きましたからね、はい、大丈夫ですよ。巻きました。でもあの晴れてよかったですね。そうですね、心配しましたよ、お天気をね、前の日は雪でしたしね、はい、ただあの、はい、この晴れてよかった紙吹雪ってあるんですけども、はいはい、晴れてたら紙吹雪ができたわけではなかったんですよ、うん、なかったんですか、晴れることも大事なんですけども、はい、路面が、あのびちゃびちゃになってたり、雪が積もってたり、はい、それからあの水浸しになってたりすると、天気が晴れてても中止だったんです。それはあの最後、市の方であの清掃車で、はい、バキュームで回収するんですけど、紙吹雪が、全部ゴミっていうかドロドロ溶けちゃって、そうね、回収しづらくなりますね、回収しづらくなるということで、はい、それで晴れることももちろんあったんですけど、路面で実は決まってた、はい、じゃああの日晴れてても路面が濡れてたら、紙吹雪中止っていうことも視野に入れてました。ありました。あ、そうなんですか、はい、なので、私はあの日は当日朝6時半より前ぐらいには、はい、駅前通りからずっと歩いてきチェックしているんですけど、その時には路面が、まあ、凍ってはいますけども、うん、濡れてなかったし、雪も積もってなかったので、あ、これで紙吹雪はやるんだなと。パレードやって紙吹雪なくて晴れてたらお客さん、なんで紙吹雪ないんだろうと思ったでしょう ね、 うね、みんな知らなかったと思うこの話。あ、そうかもしれない。で本当にこう、いざパレードやったのに紙吹雪なかったっていうのを後でニュースで、実は路面が濡れてたので紙吹雪をのない中のパレードでしたとかいうのニュース見て初めて知るような感じじゃないですかね。そうですね、知らなかったですね。あの最初2006年は仕事が終わった後、はい、職員がチラシを持ってきて、会議室でこう仕事終わったら5時以降みんなでこう紙吹雪の用意して切ってたんです、はいはい、でその時に、あのお客様とか窓口にですね、はい、紙吹雪道銀さん、このビルで巻くんなら巻いてくれないって方がいらしたんですね、はい、それで、あ、これはあの皆さんの思いっていうか、はい、来たくても来れない方とかいらっしゃいますよね、はい、それで翌年の翌年っていうかその次の2007年から、じゃあ、パレードに見たい出たい見たいけれども来れない見れないっていう方のためにメッセージを書いて、はい、私どもに送っていただければ責任を持って、我々皆さんにの気持ちを選手に届けます、はい、なのでメッセージ入りの紙吹雪を送ってくださいっていうのを始めたんです、いろいろ学校だったり他の施設とかですね、はい、からデイサービスの施設とか、学校会社もあったんですけども、できるだけ多くの方のメッセージを伝えたいということで、はい、封筒サイズということで、封筒サイズ、封筒サイズで送ってくださいっていうことで、はい、あの段ボール何箱じゃなくて募集したんですが、はい、やはりですね、ファンの思いっていうのはですね、はい、素晴らしくてですね、段ボールで作ったんだけどとかですね言われるとですね、いや素晴らしいですね、断れないですよね。いや、それであれだけの紙吹雪が集まりました。すごかったんです、袋に何袋もありましてね、前回2009年がだいたい700キロぐらい集まってます、で今回2012年は、はい、1トン以上集まってます。全国から来ました。全国から、はい、大阪、名古屋、前回の時は福岡も見つけましたけども、全国から来ましたね。ありがたいですし、その分我々も集まったというか、はい、届いた以上やっぱり責任を持って届けなきゃならないなということで、はい、スタッフ事務局みんなでもう責任を持って届けようということで、はい、ほとんどパレードは見てません。なるほど。見る暇もなく、行けーっと。
私は去年まで散々、去年じゃない、前回まで一生懸命見たんで、今回またちょっと見たことのない映像も見ましたし、一緒にこう図鑑をご覧の方にもね、お届けできたかなと思います、ね、本当綺麗でした。いや、お疲れ様でございました。ありがとうございました。じゃあ2つ目のキーワードです。